やくそ卑怯者か。はぁ、あ、ちょっと待って、フェアリードラゴンのそれ強すぎない？休みブレイク大だ、やっぱりえぐいわ。さあ、その踊りが刺さってゆくちょっと待って、やばい、ストーリーが終了してる。僕も一緒に頑張る。速攻配合してるよ、お前。ゴーレム頑張れ。完成しちゃうじゃん。おお、なんか次のとこおもろそう。すっごいなんかあのキラーマシーンとかメタルドラゴンとか機械チックなやつがいるんじゃない？これ今までにない感じだって思ったら何もいないんだろうな、これ今までもワクワクするだけして結局一体ぐらいしかいなかったからな、いい感じのやつ。うわー、いっぱいいる。ここイエティ合わないな、なんかイメージと。もっと雪山とかにいるイメージあるから。あれはなんだ。大体イエティはいいやつ。イエティ界は基本いいやつ。村の者たちよ、ヘルバトラー。ヘルバトラーってどんなんだっけ。我々の国の鉄球魔人緑版みたいなやつだっけ。かっこよさそう、ヘルバトラー。旅人とは珍しい。初めてモンスターとちゃんと声が合ってる。いつも絶対お前ちゃうやろの声なの。村長のホルガス。ホルガス。私たち、ああそうだ、アンクルホーンの青色のやつだ、ヘルバトラ。あいつもか。この巡り合わせは、あいつもワンと同じでゴーレムとかと一緒だよ。この支配者はヘルバトラ軍隊長。パーシバル。パーシバルという魔物じゃ。パーシバルとか絶対かっこいいやん。こちらは多くの村から食料を奪い。今のところボスモンスターかっこいいの多いから。あ、子供。こいつはのぶとい声してる。どの村でも泣きすぎ。ままではモンスター泣き虫しかいない。皆殺しにされる。まあでもなんか見た目ふざけてるけど、だいたいなんか囚われたとか死刑とか皆殺しにされるとか結構めちゃくちゃなことされてるからな。おんに切るぞ。まあ任せてくださいよ。もうすぐに向かう。大監視塔の最上階で。なんか今までの村の中では一番助けてあげようって気が起きるわ。135位なん、待って、すごくないこいつのパーティー。何これ、おしゃれ。時々ピューラ、ラブリー。うわ、スピンスライム捕まった。ラブリー返し。あー、逆にスライムタオル捕まえて身代わりで休み休み。ギガスラッシュ捕まえろ。ガミ、神、神、結局神、こいつが一番。どうあがいても神。マジで冗談抜きでティアワンだ。いや、Lサイズのフェアリードラゴン探しに来てえな。魚名、あ、魚名だ。嘘、魚名いる。スライムジェネラルも魚名も両方いる。神ゲーだ。魚名を打ち滅ぼすとき黒く輝く炎。ウェダムウェ。奇跡を起こすか。こっから奇跡ワンチャン。マジなんか バグらして買ってくれ、これ。バグれ、4人。奇跡が起ころうとしている。ガチ、これマヒアデノスだったらやれてんのに。わ、あともう一回全員捕まえよ。全員捕まえよ。オッケーオッケー。魚名をやっていく。いける。あ、バースト来た。お前バーストしても意味ないんで。つえ。お前がバ…お、やばい、毒った。なんかバーストして調子こいてる。こいつ毒ったぞ。あと頑張れ、もうちょっと来てるよ。来るとこまで来てる。 MP がなくなる、これ。また
十単耐久か。おい、ナイス。張り切ってる張り切ってる。フェアドラ張り切ってる。か、硬すぎだろ。やばい。いやだからこれバースト消すから、これ誘う踊りで。はい消した。はいバースト消した。バカお前、マジでバカ。よーし、危ねえ。勝った。これ勝ったのやばすぎだろ。だめ、なんか変なの、変なのもないで、変なのもないで。うわ11位だ。いやもう最強のパーティー来た。これマホカンタと誘う踊りといきなりピオラ全部いる。これ絶対同じことやってくるやん。もうね、100同じ、俺の完全上位互換の編成してる多分。やわりですよねー。ですよねー。おたけびになってる。いやー強すぎる。なんて完璧な戦術なんだこれ。おー、あー、いいねいいねいいね。え、これ、対策される、あー、間違えた間違えた。頑張れお前ら、お前ら頑張れ。俺の思い描く通りに動いてくれ。おい、見てから行動変えろ。だって結局これが強すぎて関係なかったもんね。いや待って、だいぶ関係あるわ。もう一人いなくなっただけで事件。偉すぎ偉すぎ、これ偉すぎる。うわおお、熱い熱い。素早さ抜かれたと思いきや抜き返した。よし、俺もシルバーの仲間入りだ。みんな、いや終わった。なんでメタルスライムいいんだよ。え、はぐれメタルこの時点で持ってんのやばすぎるだろ。あ、待って、俺でもなんかあいつマジン切り持ってる。スピンスライム、まだ諦めるには早い。これ奇跡奇跡起きるわけもなく、こんなものこんなもの起きるわけもなく。ずるい。待って、これで少なくとも次のターン身代わりは来ない。はっ、え、なんか やばいことめっちゃ書いてあった。え、すげえやばいこといっぱい書いてあったよ今。はっ、え、あ、え、切断された。なんでなんで、え、勝ち、俺の勝ったことにしてくれ。なんでだよ。いやでもでかいでかい、確定負けがアイコンになったって時点ででかい。え、リリーパッド入れるべきか、これ。やばい、捕まった、こいつに、こいつに捕まった。スリープレス反射がついてんだよ、もうなんか最初からマジン切りで殺してもらうしかない。当たれ、やった。なんで死なねえんだよ。なんでマジン切りで死なねえんだよあいつ。おい、なんで光の息じゃなくて闇の息入ったこいつ。しかもダメージ無効って何。は、無双しろフェアリードラゴン。フェアリードラゴン、お前も無双してくれ。これお前の無双しかない。イオグランデで全員殺して自動 HP 回復。あ、ダメージ向こう強すぎだろ。お、全員捕まえた。イオグランデ、イオグランデ、魔人斬りしかないこれ。はいはい、ねえ、おお、もう早く、もうフェアリードラゴン限界来てるって。あー抜かれた。なんか抜かれた。そう、フェアリードラゴン、新たなフェアリードラゴンを探しに行かないと無理だなこれ。え、配合でどうやって作るの？ L サイズって。 L サイズと配合し続けてでっかくしていく。え、なんで、え、意味わかんない。え、 L サイズと配合し続けるの？ L サイズの適当なモンスターを捕まえまくって、それをひたすらフェアリードラゴンに配合するってこと？
S サイズのフェアリードラゴンとこの L サイズの泥皿を配合したら L サイズのフェアリードラゴンにはなんない。あぁ、あんまダメだちゃうなお前ほら、お前いらんまだまだまだ。あ、なるの。え、じゃあ俺いるよ L、 いくらでも。あー、フェアリーのサイズ次第そういうことか。ちょいデカフェアリーを探せばいいのか。え、これはでかくね。え、このフェアリードラゴンちょっとでかくね。ほら、え、だいぶでかいよ。こいつと L サイズ合成したら行くか。フェアリードラゴン L なるか。やばい、ちょっとこれ なんとしてでも捕まえないといけない。このでかさは1アタックだけでしょ。死んだ、弱すぎる。これってサイズ変わるよね、モンスターごとに。さすがにサイズ変わってるよね。これで全然サイズ変わんなかったらウケるんだけど。頼むよ。あ、なんかちょっとでかくなってね。若干でかくなった気がする。さっきのやつらと見比べてみて、でかくなってるかどうか。変わってる。あ、でかくなってる。え、待って、変わってる。これ変わってる気がしないんだけど、あの若干でかくなってそう。お、待って、こいつおるやん。神おるやん。神、え、神めっちゃ作れる。どこからでも神が湧き出てくる。神一旦作っとくか。ドラゴンスライムの上位互換。ネビルスノーでしょ。この魔のフェアリードラゴ軍隊どうすんねんこれ。え、キリン作れる。キリン、ジラフマスター作れる。普通に作りたい。これここに全部ぶっ込んどいて、攻撃力アップ3、超いいやん。ジラフマスターだ。おい、なんかちゃんとドラクエモンスターズしてる。なんかフェアリードラゴンの大きさ見比べてるときは何やってるのか分かんない。俺が今やってるの DQM かどうか分かんなかったけど、確実に今 DQM してるわこれ。やべ、フェアリードラゴンの大きさの違い分かんねえ。マジででかかったんだな。じゃあ俺あの見つけたやつ、星5いけるこれ。星5 E ランクのみのダンジョンとか言っといて。うわっ、何あれ、何あれ、ちょ待って、もういるモンスター全部やばい。ワニバーンどうだ、どんぐらい強い。うわー、踏みつけないか。強さがどんぐらいか。あー、やばそう。こりゃひでえや。クリアさせる気がねえんだもん。だってもう、いや俺さ、フェアリードラゴンがさ大きくなってる気がしないのがちょっと絶望的なんだけど。 L になるこれ。ああ、いや、でかくなってるわ。無事でかくなってるわ。すくすく育ってるわ。おーし、で共に行くぞ。 L サイズドラゴン捕まえて。 L サイズきたーえ、待って、ヘロヘロボディついてね。なんか危ないスキルついてるけど、ヘロヘロボディって動けないやつだよね。ダメでしょそんなん。よし、 G ランク界の頂点だこれ。これに身代わり魔法カンタのやつ入れるでしょ。でいきなりピオラのブレスとマヒアデドス打ち分けれるデビルスの入れて、答えだこれ。これ答えだ、ガチで答えだこのパーティー。はい、そうしましたら発売初日生放送ぶっ続けて12時間ぐらいやって、まあ L サイズのねフェアリードラゴン作って終わったところで、まあね、ここでちょっと寝ようか、スプラトゥーンやろうかと思ったんですが、まあ、せっかく作ったから今ね19位なんで、やれるとこまでやろうかなと。パーティーがね完成しました。このデビルスノーとベレス、いきなり魔法カンタのベレスを身代わりで置きつつ、でいきなりピオラのフェアリードラゴンと、いきなりピオラのこのヒャド系得意両方持っているデビルスノーのマヒアデドスで壊滅させつつ、まあ、あと休みガード向こうのねフェアリードラゴンで誘う踊りしていけば勝てるんじゃないかという算段。まあ、これが俺の初日に導き出した答え。ただこの時間にそもそも対戦してるようなやつが、あ、いた、よし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 。いやー、まあ俺がこいつらを見つけてる間にどれぐらい環境が変わってるか未知数なんで、はーい、ま、ちょ
はぁ、ってことリーズレットいるんですけど。え、マジ絶対聞かないじゃん、あいつマヒャド。いや、まあ、とりあえず身代わりするけど。おい待って、なんかもう明らかにフラゲ勢なんですかこれ。Gランクモンスター、最弱のモンスター VS X ランクのモンスターレディファイツ。いや、それでも身代わりミラー誘う踊りが、まずこれメカバーンに座るでしょ、全部メカバーンに入るで、1から3回こう、うわ1回行動しかしねえ。で、あいつ効かない、ギガブレイクでこうベレスがもう消しと、ベレス3体分ぐらい消しとんだ、絶対レード。あ、でもこっちも魔法効かない、アーケーダーソでも、いや、ギリ耐えてる、ギリ耐えてる、最後の武器で。いや、まあでもきついなこれ。いや無理だよ。ちょっと待って、せっかく作ったのに。ちゃんと、しかもこいつのパーティーさ、理にかなってんだよな物理、盾役、氷結無効、炎系無効、全部揃ってる。うわ、回避本能きた、プレッシャー、プレッシャー持ってんのかそいつ。え、うわ、ワン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 、いや、やばい、なんか暴走してる、デビルスローが。デビルスローの暴走始まったんだけど。どうしたお前、闇の息なんで勝てたんだよこれガチでなんで勝てた、やばすぎないこれ勝ってんの。10ポイントじゃない、50ポイントぐらいもらっていいって。今の勝ててんのバグすぎるデビルスのフェアリードラゴンの2個目のスキルの最後の息吹、死んだ時に味方をね、一旦だけ全ステータス上げるみたいな感じだったと思うんだけど、20レベルまで全員上げてるんで、2個目のスキルが持ってるんですよ。で、デビルスノーも、生存本能ってやつで、回避と素早さが上がったから、なんかどうにかなったの。しかもバースト重なったし、奇跡中の奇跡。ちょ、もういいって、もうやめて。しかも1位しか上がんねえ、こいつ倒しても。割に合ってないんだよ、これ。この勝負。デビルスノーがバーストに入るか入らないかみたいな、そういう勝負になって、いやでもさっきフェアリードラゴン1ターンしか動かなかったから、こいつ1から3回行動なんで、3回動いて光の息とかで相手混乱させてくれたらワンチャンある。誘う踊り連打してくれんから、こいつもう3回連続誘う踊りとかでいいんだけど、行動パターン。相手ひよってるよ、さっきあのデビルスノーに侵されたから、もう変えてくるか戦略。身代わりミラー、光の息、なんちょ、何やってんのお前。まあ、いや逆に何なのかこれ、なんでさっさ踊るしんかったこいつ。灼熱死んで、バーストしろ、バーストしろ、バーストしてくれ頼む。光の息、灼熱、おお、なんかゴリ寄せた、なんかよくわからんけどゴリ寄せた。え、あいつらの上取ってんのやばいな。 G ランクモンスターだぞこいつ、最弱ランクモンスターがなぜこんなことになってしまうの。うわ、めっちゃ上がった、14位、いいよ、着々と上がってってる。いや、てかあのパーティーに勝てるんだったらぶっちゃけどのパーティーにでも勝てそうだけどな、これフェアリードラゴンが結構運ゲーかますから、誘う踊りがそもそもあんな高音のモンスターたちに入るのかどうかちょっと怪しいですよね。いや、もうでも当たりたくないな、ぶっちゃけ。え、頼む、あいつしかやってない、もしかしてもうこの時間。なんなら順位追い抜いた。6位！え、でもパーティーはめっちゃ弱そうだった。いや、でもあれだ、あ、そう、リリーパッドはやばいんだ、このゲーム。リリーパッド、ブレス反射かける、あいつがスクルトやったら、応援スキルみたいなので、とんでもないことが起きる。妖精はぐれ、ってか、なんではぐれみたいなとか思ってんの？どうせはぐれメタルの身代わりだろこれで、多分イエティが氷結系得意のマヒアデドス、こっちでいうデビルスローの枠だと思うんですけど、ジークフリート何やってくんだこれ、キラーマシン枠、
誘う踊りで未開行動こんなん踊り探していたい。マヒアで上か、上取ってんのでかい。いや知らないか。うわ出た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 、おだて上手。うわ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 、ダメージ向こうエグすぎる。ダメキ、いやフェイリードラゴンブレスに耐性あるの偉い。こいつブレス耐性若干持ってんの偉い。いやでも待てよ、これさ次のターンはぐれメタル動けないじゃん。ということはきたー神ゲーきたー。ダメージ向こう関係ないぜ。おい持ってって、呪文反射も意味ない。こいつらはな、もう氷結とかブレスが効かねえんだよ。で問題はこのはぐれメタルが倒せないってとこなんですけど、ただメタル系ってこの踊りに耐性ゼロなんで、しっかりゾウ HP 回復入れてるけど、これでね残りのターン全部捕まえて終わりなんですわ。しかもなんかブレスダメージ入るんだよ。ブレスなんでダメージ入るんだ。あれから炎のブレスレットつけてるからか。特技使うな、特技使うなにしといて、誘う踊りが切れたらまずいから、あとはもう上から一生誘う踊りをぶつけるだけ。あ危険したまあ負けかけだもんね。これ倒した数ダメージで最終的に判断されるから、倒した数はもう俺の方が圧倒的に多いということで6位に打ち勝っていく。これいいぞ、メキメキ上がってるんですけど。成果が出たようだな。うスキルに取れ10個ぶっこも。はい、そしてはえ、あれキラーマジンガー、あれエビルプリストと竜王、逆に何あの左のやつ、左のスライム何あいつ、ゴッドスライムみたいな感じ。このメンツに並べるやつなの。何位だったこいつ今。いてつか、どうは終わってんだろそれ。バギクロス、うわこれ上取れないじゃん。ドラゴンに 660?660は無理だよ。こんなしないか。煉獄火炎通用、ちょっと待って、凍てつく波動があんな先制で出るのあれ、絶対無理じゃんだと。おいおいおい、うわ俺今破竹の30連勝ぐらいしてたのに。しかもね、相手が弱すぎて全然ポイントもらえないんですよこれ。勝っても3ポイントとかしかもらえない。うわ8位だ、さっき6位だったんですよ。うわまた来たよこいつ、この海外勢と連戦するの地獄すぎるいきなり魔法官って2人いるんだよな。だからこれマヒアデドス打てなくて光の息だよな。まあ混乱狙いでも混乱とかすんのかこいつら、そもそも。なんかバグれバグれバグれ、あ、あ待って待って待って、え、あれ来てない。おい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 、イテツカード来てない、イテツカード、ランダムだ、イテツカード。しかもえー、ちょ、おいおい、やエビリプリンスやっていく、はザオラルだが、いや関係ない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 、灼熱でコチあ、いけるわ、イテツカードさえ発動しなければいけるんだこれ。なんだ簡単だったわねえ、ちょっと無限始まってるってこいつにしか当たんない。いやでもなんかぶっちゃけボーナスステージ3位だからもらえるポイントでかいし、イテツカードが発動するかしないかの運ゲーしないでしないで、イテツカードしないで、はいしない、はいイテツカードない。あとは誘う踊りが上から全員縛りつける、おしまいでーすそれおしまいです。あ待って、混乱した、こんなんであれが治った。うわい殴ってきてる、え、でも弱い、え、なんか見た目だけか俺、あなんか11位のやつの方が強かったぞ正直。でもちょっと待てよ、一応次のターンにまたイテツカードが発動する可能性がある。ここでイテツカード来ない、誘う踊りブフッ神ゲーすぎる
こいつの方が竜王やん、真の。何が竜王だよ、お前。真のドラゴンの王、最初からいたんだこれ、フェアリードラゴン。お前、マスタードラゴン名乗っていいぞ、今日から。棄権した。え、マジでこれ、1位いけるんだけど、俺。本当に今のところ負け筋があのいてつカードしかない。あとはメタが回らなければどうだ。これで何位だ今。5位か4位ぐらいまでいってると思うんですけど。あと何連戦、うわ、まだ6位のままかよ。いやマジでなんかどいつもこいつもさ、メタル系のやつ使いすぎて、誘う踊りではめるとき10ターン遅延されるのうざいんだけど、これとっとと棄権してくれればいいのに。はい、これでまあフィニッシュまで遅延して倒せなくても、俺の方が倒した数が多いから強制勝ち。トーマくん、メタルじゃ俺は止められない。もうメタル使ってるやつは大体かも。メタル身代わり戦法がね、初動最強だと思いがちなやつらを逆にメタにメタを回して潰していくっていう、そういう作戦で。ちょっともうやばい、もうマジでノーマン。ちょっと待って、おい、これ、つなぎしとこう。おい、今1位だったぞ。今、トーマくんリベンジ来た。え、これさ、トーマにさっき1回負けたんだよな。え、トーマね、俺にボコられてからこのボボンガーってやつにパーティー変えてて、一体。ボボンガーが誘う踊りに耐性持ってんだよね。すげえ低確率でしかはめれない。おい、これ負けて2位になるとかやめろよ。これ、勝たないと。トーマ。トーマくぐっちょ。光の息、お願い。いや、だよね、やっぱボボンガもう本当に俺のメタのためだけにボボンガ入れてきてるのキモいよこれ。落として、よーし。いやこれね、俺もね、そのやられた時に雪原流にマヒアデドスが効かないからあえて灼熱から入ったんですけど、これボボンガを落とさないと次のターンボボンガに殺されるから、つまり火力を稼いだ方がいいというところを先に分かっていた。メタにメタにメタにメタを回した俺の勝ち。そして君はもうそのメタルスライムは誘う踊りから逃げられない。いやでもね、これ待てよ、誘う踊りから逃げられないって言ったけど、このメタルスライムドラゴン斬り持ってるんですよね。トーマくん俺も研究してるからちゃんとドラゴン斬りで持ってるんだよね。それでこいつ落としてくる可能性があって、で、何がやばいってバーストがあるんですよ。またバースト2回行動になった場合がやばい。最後まで油断しない。これなんなら防御でも、いやでもさすがに防御ドラゴン斬り40ぐらいくらいかな。落とされたら負け。灼熱あと4ターン、本当にバーストだけ勘弁してください。おい、危険しろよトーマ。あ、お前がバーストしてどうすんだよお前。お前がバーストしてもあんま意味ないんだよ。いやでもこれね、いやこいつバーストしたのでかいじゃん。なんか今まで中途半端だった素早さ関係が完全にこっちが上を取った気がする。なんかね、ほぼね同速勝負みたいな感じなんですよ、メタルスライムとフィアリードラゴン。え、待って、これでもあいつが上取ってる。たまーにこいつが上を取ってしまったときに、こいつが誘う踊りでダウン状態になってるときに上から攻撃ってなって、誘う踊りが2ターン連続で刺さらなくなるんで、同速対決くしゃくしゃ、ドラクエ同速対決くしゃくしゃになりがちなんで、ポケモンと違って1違ったら絶対上取れるとかないから。よって、でももう9ターン目は、いやこれは勝ちだな。こいつ意地でも俺を1位から引きずり下ろそうと最後まで抗ってきやがる。対戦相手の画面からして俺だって1位出てるもんな。1位、こんなパーティーだったら俺でも1位切るまでなるよな。絶対俺のパーティーの方が強いじゃんって向こう思ってるでしょ。こんなんなんで F ランクと G ランクしかいねえパーティーに負けんだよ。でもうこれは与えたダメージとか関係なく残ったやつが俺の方が多い。世界1位。いやー世界1位、なんかもう目指すのやめようとか一時期思ってたけど、なんだかんだやっぱいけちゃいますね。ドラクエ系は世界1位まだ何もなかったような気がするから嬉しい。これで30個目ぐらいの世界1位獲得したわ。
いらねえ。この称号、こんだけ実績重ねても何にも活かせないの悲しすぎる。マジで無駄な才能だな。はい、ということで、まあ、オンラインバトル楽しいね。この初動の初動って言っても明らかに初動じゃないやつら混ざってたけど、なんか X ランクのモンスターいっぱいいたけど、初動でどうやって育成してどういうモンスターを作っていくか、攻略サイトとか何も出てない状態で探り探りでねやっていくみたいな、そういうバトルで俺に勝てるやつはいませんと。はい、で今回のパーティーはこれいきなり魔法カンタ持ってるベレスを身代わり要員に使いつつ、まあ、ここはねいきなり魔法カンタつくなら誰でもいいっす。でデビルスノーはブレスマスターで灼熱で一応マヒアドリオス効かないやつ用にこの技を1個持たせておいて、まあ、輝く雪までいけたらいいんだけど、あのレベルが足りてないっす僕、みんな20レベルぐらいなんで。にこいつはいきなりピオラと、あと回避性能がね良かったですね、生存本能っていう。バーストが出たらこいつ1人でも相手をくしゃくしゃにするぐらいには火力ある。でまあさ、鍵はやっぱフェアリードラゴンですね。これフェアリードラゴン、L サイズフェアリードラゴンはこれ神です。はい、このゲームの神とさせていただきます。いやでも今作あれないのかな、最強フェアリードラゴンとかないのかな。こいつを SS ランクにしてよ、なんで G ランクでこんな強えんだよ。はい、こいつはね休みガード無効みたいなのと、まあいきなりピオロは1から3回行動で、最後の息吹全部強いんで、よかったら皆さんもねこれオンライン対戦やってみてください。まあでは明日からはまたストーリーのね続きやっていくと思うので、最後まで見ていただけたら幸いです。バイ。